ビーコンビーコンはライフゲームに出現する振動子の一つである。周期は2で、出現率は1、400程度である。この出現率はブリンカーの約1、30で、振動子の中で3番目に高い。この物体は1970年にコンウェイによって発見された。ビーコンはブロックを斜めに2つ並べた構造をしている。ブロックが完全な場合、 接点に当たるセルが過密で死ぬ。完全でない場合はその部分に新しくセルが誕生する。こうして死滅誕生を繰り返す。ビーコンのように変化するすべてのセルが過密で死亡する振動子をオンオフという。他の多くの自然発生しやすい振動子と違い、ビーコンは外周に変化しないセルが存在する。このため、 ビーコンと他の物体を組み合わせた振動子が存在する。白い大きい四角形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 。黒い大きい四角形。 黒い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。白い大きい四角形、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 白いい大き四角形、黒い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。白い大きい四角形、白い大きい四角形、黒い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。 白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。白い大きい四角形、白い大きい四角形、黒い大きい四角形、黒い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。 白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。白い大きい四角形、白い大きい四角形、黒い大きい四角形、黒い大きい四角形、黒い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。白い大きい四角形、黒い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。 白い大きい四角形、白い大きい四角形、黒い大きい四角形、白い大きい四角形。白い大きい四角形、黒い大きい四角形、黒い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形、黒い大きい四角形、黒い大きい四角形。白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。 白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形、白い大きい四角形。上の図は、ドック状のビーコンと呼ばれる物体で、全身同士で20番目に発生確率が高い、振動子である。この物体の可動部分は、ビーコンの部分だけであるが、ビーコン以外の部分のみでは型を維持できないため、全体で一つの物体として扱われる。 ビーコンを含み自然発生の確率が高い物体の一覧を以下に挙げておく。ABCD ライフビッキーの生成確率が高い振動子の一覧、ハットライフ歴史コンハット AB 訳語は仮のもの。固定物体の気上のブロックに合わせ、上のビーコンという名前を採用した。ありがとうございます。